こんにちは。アマゾンが11月1日から現在のクレジットカードを辞めて新しいクレジットカードに移行します。これによりカートの年会費とかポイントの付与率も変わります。今回はアマゾンの新クレジットカードについてお伝えします。まずはじめに新しいアマゾンのクレジットカードがどのように変わるのか見ていきます。こちらの動画をご覧ください。こちらがアマゾンのクレジットカードのサイトになります。 アマゾンマスターカードあなたの毎日をもっと笑顔にする一枚アマゾンマスターカードクラシックゴールドのサービスは2021年11月1日より新たなアマゾンマスターカードのサービスに移行します新サービス移行後もお手持ちのカードはそのままご利用いただけますがサービスの一部に変更があります現在はこちらですねアマゾンマスターカードクラシックと アマゾンマスターカードゴールドです。そして新サービス。こちらはプライム会員以外の方とプライム会員の方で分かれています。プライム会員以外の方はアマゾンマスターカード。プライム会員の方はアマゾンプライムマスターカードです。新規お申し込みの受付は11月中ですね。新カードデザインカード名称。 Amazon プライム会員のお客様の Am Prime Amazon プライムマスターカードと Amazon プライム会員以外のお客様用の a m アマゾンマスターカードの2種類のカードデザインをご用意しております。現在お持ちの a m アマゾンマスターカードの有効期限が近づきましたら、その時点のお客様の Amazon プライム会員のご登録状況に合わせ、順次新デザインのカードをお届けします。a m アマゾンマスターカードゴールドのお客様へ、Amazon プライム会員資格還元ポイントに関して変更がありますが、 よくある質問、Amazon Master Gold c のお客様をご確認ください。Amazon プライムにまだご登録されていないお客様はこの機会にぜひプライム会員にご登録ください。旧ゴールド会員の年会費についての注意点。2021年10月に年会費請求予定のお客様の場合、旧サービス内容が適用されるため、2021年10月末締めの年会費は発生します。となっています。 あと、カールサービスの新規比較ですね。まず、年会費ですね。年会費は、新サービスだと無料になります。そして、旧サービスはですね、一応ですね、クラシック会員の場合は、初年度無料で、2年目以降1375円なんですけども、前年1回上流で無料。ですので、基本的に1回でも使えば無料になります。 そして、ゴールド会員の場合は、11000でしたね。ですので、これ、11000が無料になるんで、かなりでかいですね。アマゾンポイントの還元率ですけども、このようになっています。まずですね、えー、新アブゾンマスターカード、これから会員になる場合ですね。その場合は、プライム会員の場合は2%、プライム会員以外は1.5%となっています。 そして、え、現在、クラシックカードを使っている場合ですね。え、クラシックカードを使っている場合はですけども、え、プライム会員とプライム会員以外で2%と1.5%だったんですけども、これは変わらずですね。そして、え、ゴールド会員の場合、え、プライム会員の場合ですけども、2.5%だったんですけども、え、新サービスでも2.5%になります。ただし、プライム会員以外の場合は1.5%になってしまいますね。 あと、コンビニでの利用ですね。新アマゾンカードの場合ですね。1.5%ですね。そして、えー、クラシック会員とゴールドは1%ですので、1%が1.5%になりますので、これは改善されていますね。そして、アマゾン以外でのご利用の場合ですね。これに関しては、新しいアマゾンマスターカード会員も、旧クラシック会員、ゴールド会員も、 同じ1%になっています。そして Amazon イム会員資格なんですけども、えー、旧クラシック会員は別途登録必要で、えー、旧ゴールド会員はお客様のご負担なしで付帯となっていますけれども、新 Amazon ターカードの場合はですね、別途登録が必要になります。ですんで、 旧ゴールド会員の場合は、負担なかったんですけども、今度別途必要になったんで、ここはちょっとですね、解約になってしまうかなと思います。そして、旅行障害保険ですね。クラシック会員の場合はなくて、ゴールド会員の場合は、あ最高5000万円の海外国内旅行保証があったんですけども、新しくなるとですね、えー、最高2000万円になってしまいます。ですんで、旧ゴールド会員の方にとっては、ここは解約になりますけども、 旧クラシック会員の方にとっては改善になるということになっています。あと、ショッピング保証ですね。これは旧クラシック会員の方は年間100万までだったんですけども、年間200万まで。旧ゴールド会員の方は年間300万だったのが200万になります。ですので、こちらもですね、旧クラシック会員の方にとっては改善ですけども、旧ゴールド会員の方にとっては改悪になりますね。ただ、先ほど言ったように年会費が、 なくなりますんでね、この、えー、っとですね。こちらの年会費、1万1000円がなくなりますんで、えー、れとトータルで考えると、まあ悪くはないかもしれません。そして、えー、空港ラウンジですね。えー、空港ラウンジに関しては、旧ゴールド会員の方はあったんですけども、なくなります。そして、旧クラシック会員はなしがなしですから、そのままですね。そして、えー、新アマゾンマスターカード会員の方はなしのままですね。 あと、電子マネーに関してですけども、旧クラシック会員と旧ゴールド会員は、Apple Pay と Google Pay ですね。これが使えたんですけども、今度ですね、新サービスになると、こちらですね、タッチ決済ですね。タッチ決済が使えるようになるようです。で、新 Amazon マスターカード会員も同様ですね。そして ETC カード、ETC カードですけども、旧クラシック会員と旧ゴールド会員は、初年度無料で2年目以降550円。 出した、でしたけども、前年に1回以上で ETC 無料だったんですけど、今回はですね、新しくなると年会費が永年無料になります。ですので、この部分に関しては改善されたと言えますね。そして家族カード、家族カードですけども、家族カードに関しては年会費永年無料で、本会費1名当たり3枚までだったんですけども、これは変わらずですね。新アマゾンマスターカード会も同じくです。 あと、新しいカードサービスの概要についてよくある質問がこちらになっていますね。まあ、気になる点があれば、ここを見ていただければと思うんですけど、例えば、カードの変更手続きを自分でする必要がありますかっていうことなんですけど、これは変更必要する必要はないですね。旧カードのままで新サービスが受けられるというふうになっています。カードの番号と有効期限ですね。これは変わらないですね。 あと、アマゾンアカウントに登録済みのカードの情報を変更新する必要があるか。これはあ同じですね。だけだなので、えー、引き続き何もしないでいいですね。また、あ現在溜まっているアマゾンポイントをそのまま使えるかあ。これもそのまま使えますね。あと、登録済みの VPAS のアカウントはどうなるか。これは、これも継続して使えると、なっています。また、二人の ETC カードはどうなるか。これも継続して使えるとなっています。 あと、こちらにですね、アマゾンマスターカードゴールドのお客様へですね、えー、注意事項とか書かれています。以上です。いかがでしたでしょうかアマゾンのクレジットカードですけれども、以前はクラシックとゴールドに分かれていました。まあ、既存のクレジットカードを踏襲していた感じですね。しかし、新しいアマゾンのクレジットカードは、アマゾンプライム会員かどうかで区別するようになりました。 ある意味シンプルになったという感じがしますね今回の変更内容を見ると従来のクラシックカード会員にとっては改善されたという感じですね。そしてゴールド会員にとってはポイント付与率は減る部分と増える部分がありますが総合的に見ると改善されているように思います。ただ従来のゴールド会員はプライム会員を継続する限りサービス移行後も現行と同じ還元率2.5%で買い物ができます。 このあたり利用者の不満がないようによく考えられていると思いました現在私は Amazon のプライム会員ですけれどもクレジットカードの方は解約しています解約した理由なんですけれどもほとんど利用していなかったからです利用していたのは Amazon プライム会員費用の支払いぐらいでしょうか今回の Amazon の新クレジットカードですけれども魅力は結構あるかなと思いますただ私は今のところ利用しないかなと思います なぜなら他のクレジットカードで利用した方がお得ですからただ将来他のクレジットカードよりもお得感を感じたら利用するかもしれませんけどね今回の動画はこれでおしまいですご視聴ありがとうございました